山青さん、初見、ラビーさん、ラピビーだ、ラビーさん初見ありがとうございます。こんにちは、今日もメイクします。でもうちょっとお腹空いたから先に食べさせてくださいよっ。あっちしゃぶ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 にごまだれをかけました。最高、いただきます。糸を溶きます。うん、うん、今日4部行きます、待ってます。浴衣ミユさん、ビゲナコブ行くね、待ってます。オムちゃん、流れ星、アオちゃん、星、ありがとうございます。おいしい、うん、なんかさっき朝シャンして終わってからエアコンつけたんです。だからまだ暑いです、この部屋。ルンルンさん、だるまありがとうございます。最近はさ、もう朝シャンばっかだよ。あ、夜シャンもしますよ朝起きたらさ、暑すぎて朝シャンしたいってなるんですよ。わかりますか、この気持ち。冬ならないのにそんなこと。エアコンつけて寝ないからさ、1時間後に切るタイマーだから起きたら暑いんです。ジル投稿されたって。確かに11時だよね、いつも。いつだろうって思ってた。暑ツイートしときますね、一旦リポストしときましたみんなもよかったら。リポストしました。引用リツイート見てたジルの雰囲気好き、嬉しい。
引用リポストしてきた、ありがとうございます。ご飯の続きを食べます。熱っ。ジェルのウィークエンドシトロンって香水買ってみる。おお、ウィークエンドシトロンの匂いってどんな匂いなんだろう。レモン、柑橘ってこと。ここが そうですよ、今日エビせん申し込み、今日消し印なので夜とかに出してもダメですからね。ユミコさん、ルギナ、こんにちは。むしろ今日のお昼とかに出さないと消し印がつかないですよ。夕方に回収するポストもあるのかな。まあお昼ぐらいだと無難うん、さっき出してきました。ちゃん真珠ありがとうございます。郵便局持ち込みが安全。なるほど、郵便局って何時までやってるんですか。ゆうちゃんドリンクありがとうございます。今日の朝ごはん、ブランチあ、日曜やってるとこ少ないと思われる。なるほど、じゃあ昼間にポストですね。うん、大きな郵便局だったらやってるんだ。ごちそうさまでした。二度寝して今起きました。私も五度寝ぐらいした。いや。あ。カラコンじゃないです。今日も気を取って。パンさんココナッツありがとうございます。メイクしなきゃ。今日はどうしようかな、何時まで。キアラのやつが12時45分からですよね。だからまあそれぐらいまでできたらいいなって思ってます。のんきにメイクします。キティちゃんがいい。一睡もしてないのやばいね。早く寝てください。
シャンをしたからクレンジングは終わっております。クレンジングなんて言うんだっけ。まあ終わってます。よいしょ、ジンジャーエールも飲みたい。エリちゃん、エリちゃん、ハイビスカス、ありがとうございます。カナダドライ、よし。今日はさ、お着物だから、間違えた、浴衣だからどうしようかな。ひでちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。どうしよう、ちょっと華やかにしたいけど、とりあえずジルの下地、ジル今日ジルの投稿されたので、私リツイートリポストしたので、みんなもいいねとかリポストとかしてみてね。後ろ上げたらさ、インナーが見えなくなっちゃうから、ちょっとインナーは見えるようにしたいんだよね。だからちょっと考えます。まずはメイク、ゼルチアート、ゼロ2番、出します。ツヤ肌、ツヤ肌、ツイッターやってるの？私がですか？ツイッターやってますよ。ツイッターもインスタもやってます。チェックしてみてください。ぜひ。くれないさん、だるま、ありがとうございます。ツヤ肌にしていきます。ちょっとツヤンってしてんじゃない？どうですか？ツヤン。なんか横浜夏祭りの夜の部みたいに綺麗にこうインナーが見えたらいいんだけど、あれはもうヘアーさんができる技術なんですね。ちょっと私には結構難しいかもしれなくて、だからどうしようと思って、せっかくさ、今日多分ラストインナーなんですよ。今日の夜か、まあ明日には撮るんですけど、明日は別にお話し会とかもないからさ、まあ時間がある時に撮れればいいやって感じなんですけど、よし、できた。次ファンデーションなんですけど、だから見えるやつがいいじゃないですかって思って、お話し会は全部、あ、そうです、お話し会全部自分ですよ。自メイク、私服、自ヘアです。だからね、悩んでる、髪型に。
インナーラストなんです。そう、インナーが本当に好評でありがたいですね。嬉しい。なんかそんなに好評だと思わなくて、みんないいって言ってくれて、なんか寂しいって言ってくれて嬉しい。まあ自分の髪を染めてるわけじゃないからなのかな。浴衣も2着着るんですけど、ちょっとまだどっちがどっちっていうのはなんか当日行って決める、当日じゃない、今日当日だった行って決めます、現場に。なんとなくその時の気分でやります。ひでちゃんかわいい、ありがとうございます。自分で着付け、はい。でも割とみんな、まあなんか簡単なやつとかもあると思うけど、まあ浴衣は着れるんじゃない、もうみんなね。いつもファンデーション余っちゃう。ヒロインズのサイドポニーは自分でできないですね。ミカミカチューシャ。余っちゃうんだよね、いつも。困ったのはいつもなんかここら辺に使ってる、適当に。よし、こことここに使ってる、なんか適当なんかよれにくいところかな。どういう時に手こ出しするんですか。気分気分ですね。なんかこの服には手こ出し合いそうだなとか、あとはなんだろう、なんか最近やってないからやろうかなとか。なんかもう本当に気分です。よし、デコ出し。でもさ、毎回デコ出ししてるからいいってことじゃなくて、たまに出すからいいってことじゃないんですか、皆さんのそのデコ出しがいいっていうのは。そうさ、ハーフツインみたいな、たまにやるからいいよねみたいな、かわいいよねみたいな感じじゃないんですか。ゆで卵みたい。でもあんま言われないよ。ゆで卵みたい。ゆで卵になりたい。
シェーディングでもしとく。ベレーかぶってんのが好き。ベレーボーデーもありましたもんね。適当にやるんです。前髪ありの外巻きが好き。大人っぽいですよね。誕生日の時みたいな感じかな。次、眉毛描きたい。くれないさん、ありがとうございます。もうね、22歳ってだんだんハーフツインとかしなくなってくるんですよね。なんかたまにそのたまにやります。高めのツインとかもだんだんやんなくなって、低めのツインはまだ許そうっていう気持ちでやってます。昨日のパッツン大変良かったです。おー、パッツンね。パッツンは全然やるかも。だって邪魔だから前髪が。22歳でちょっと複雑。それ多分16歳より複雑。ポイズンのしょこちゃんファンです。あれはさ、あの衣装だからいいよね。だから多分そういうのがあったらまたやると思う。ハーフツイン、なんか別にさ、可愛いキャラでやってないからさ、やってないっていうか、可愛いキャラはもう他にいっぱいいるからさね、常にハーフツインキャラとかではないんだよね。もう顔もさ、大人っぽくなってきちゃってさ、だいぶ複雑だった。大人はツイン、ちょっと合わない。大人はツインとかしないでしょう、無理。ちょっと合わなかった、ごめんなさい。門限を破ったり恋したりするのかな、誰かを。低めのツインはね、意外と おむちゃん、ペンライトありがとうございます。あさん、ビーナー、こんにちは、ありがとう、おはよう、おはようございます。赤のバスガイドみたいな服好き。待って、どれ、え、私それ。赤のバスガイドみたいな服ありましたっけ、過去に。待って、赤のバスガイドみたいな服ってどれ。じゃあ私じゃないかもしれない、かもしれない。え、私眉毛どんどん太くなってっちゃう、やばい。赤のバスガイドってなんだろう。言いますか。あ、待って、私さ、全然肌終わってなかった。コンシーラーもしてなかったで。白チェック、ベレー、
しょこちゃんの写真リアともに見せたらめっちゃ骨格ウェーブ細って言ってました。骨格ウェーブなんです。そうなんです、あの診断されたわけではないけど、なんかもう当てはまりすぎてる骨格ウェーブに。そうなんです、合っててよかったです。上半身はね細いんだよ。よいしょ。足細いですか？足は筋肉。まあその一般的にはなんか細いって言われるのかもしれないですけど、そのアイドル界の中ではあの筋肉ですね。あと太ももにつきます。ふくらはぎもつくけど、太ったらお腹周りとか腕とかより顔と足につくんですよ。よし、レースが終わりました。こっから本当は眉をやろうと思ってた。見えますか？チョコちゃんの一番好きなメイクの工程。メイクの工程？一番好きな？好きな？なんか大事なとかじゃなくて好きな。なんだろう、リップ。わかんない。骨格ウェーブ、ストレートだからウェーブに憧れ、多分ナチュラルが一番いいんじゃないかなって思ってるけど、ウェーブってあの腰回りがまず下にあるんですね、重心が。だから足がちょっと短めに見えるんです、あの他の骨格の人より。で骨盤もでかいからあののくせにウエスト細いからマジでズボンとか困りますよ。で太ももも太いからあのウエストぶっかぶかなのにあのふくら、うん、腰回りと太ももだけパンパンに見えるの。そう、だからいいズボンとかないです。あんまりないです。なんかを我慢しなきゃいけない。なんかウエストがぶかぶかだったら、まあ、ベルトをするとかか、まあ、ウエストぴったりにしたいんだったらもうちょっときつくても吐くとか。ヘブンさん可愛い、ありがとうございます。意外と大変ですよ。どうしよう、メイクピンクにしようかな。スキニーね、スキニー。私はあの無理して履いてる。昨日のさインスタのさ全身の写真、あれスキニーなんだけど、でもパツパツ太ももが。でも好きに、なんかハイウエストがいいんですよ多分ウェーブの人って。ウエストが、ウエストっていうかその重心が下にあるから。でもこれハイウエストにしたのになんか思ったより上の T シャツが長くてハイウエストに見えなかった。結構これなんか太ももパンパンとかに見えません？よく見たら。ウエスト細いと全体的に細く見える気がする。まあそのスカートとかだとタイトじゃなければ、フレアとかだったら正直骨盤が太いとかなんか分かんないと思う。タイトだともう骨盤丸見えみたいな感じ。マーメイドスカートとかめっちゃ分かるかも。もう骨盤です。だから足も短く見えるかも。まあ人によると思うけどね。ウェーブの私はって感じ。ウェーブの中でもさ、そのなんか混じってる人とかいると思うから。
なんとも言えないが、今日もよろしくです。今日もよろしくお願いします。楽しみにしてます。お話できるの。だからなんかナチュラルが一番私的にはなんか総合的にはいいと思う。今日混ざりがあるんだけど、髪の毛のセットするかノーセットでいくか。え、絶対セットした方が良くないですか？え、絶対セットした方がいいと思う。分かんない、どんな服装で行くのか分かんないけど、まあちょっと夜かぐらいの感じの、その部屋着っぽい感じで行くんだったらノーセットでもいいと思うけど。マメイド履けないよね。難しいよね洋服って。ヘイブンさん、ヘビスカスありがとうございます。骨格によって悩み違う。うん、いろんな悩み違うと思う。全然違うと思う。まあウェーブは上半身はもう完璧だと思う。鎖骨も見えて細く見えるし、もうウエストも細いし、腕とかも別に細いし。でも問題は下半身なの。上半身はなんか割といいと思う。鎖骨見えるってさ、めっちゃ 細見えしますよね。でも逆に寂しく見える時もある。だからネックレスとかないとすごい寂しく見える。ゆめちゃんかわいい、ありがとうございます。自分の浴衣はいっぱい持ってます。その今日のために買ったら、お母さんに「え、また買ったの？」って言われた。まだ着てないやつあるんだけどって。あ、はい、すいません、すいませんってなった。何着ある？もう数えきれないぐらいある。 10ぐらいあるんじゃないですかね、わかんないけど。基本さ、まあ同じの着る時もあるけどさ、なんか違うの着たくなっちゃうんだよね。処分が大変そうなんで、そうやってどん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 ね、クローゼットがいっぱいになってくんだよ。知ってる。ちょいちゃんにあげようかな。浴衣だったら嬉しくない？着なくなったら。レンタルじゃ嫌の？え、わかんない。レンタルの仕方というか、わかんない。どこでやってんですかっていう感じ。でもなんか返すのとかもちょっとだるくないですか？わかりますか？このなんかいつまでに急がなきゃみたいな、出さなきゃみたいな。帯、あ、帯はね割といろいろなの使ってる。帯って別になんか背がなんか、その私ちっちゃい時の浴衣もあるんですけど、浴衣自体は背が足りなくなったらもう着れないじゃないですか。でも帯って一生使えるんですよ。だから帯はそんなにないかも。そんなにっつってもめっちゃあるけど、多分 10ぐらいあるけど、 10はないかな、8ぐらい。わかんない。そうね、でも別に新しくはそんなに買ってないです。そんなに新しくはそんなには買ってない。だいたいなんか同じような色があればさ、組み合わせでいいですよね。
帯留め帯締め帯締めはもなんか本当に少ないと思う。3個とかしか持ってないと思う。基本浴衣にはしない。かゆ蚊に食われかゆ。ゆでちゃんキュンキュンありがとうございます。で待って絶対誰かと間違えてる。調べたらバスガイド2022全国ツアーでした。待って私そんなことやってないんだけど、バスガイド2022全国ツアーちょっとやったことないので人違いかと思います。すいません。カウントダウン TV フェスティバル行くよ、待ってます。ありがとうございます。16日、ポールさん欲しい、ありがとうございます。多分人違いですかね。はい、2022なんて最近だしね。待って本当にめっちゃ腫れてく。書いてるからだよね、分かってる分かってるんだけど。あ、真珠ありがとうございます。去年そんなことしてたんだね、知らない間に。私も知らない間にアイライン。主役は私で主催者も私です。バスガイドみたいな服が2022年の全国ツアーの衣装だった。あ、なるほどね。え、待って、2022年全国ツアーの衣装って何？やっぱ赤チェックってこと？赤チェックのベレー帽ってことですか？だって赤っつってましたもんね。え、あのさくらんぼとかいちごみたいなやつですか？赤ベレー、あれ赤ベレーバスガイドに見えますか？うん、バスガイドなんだ。てか赤って言ったらだってそんなないですもんね。赤は本当にそれか初期じゃないな、次に会えた時何を話そうかなのやつしかない。待って、まださアイシャドウ終わってなかった。なんか変だなって思ったら、まあ一旦アイライン描いちゃうか。まだ終わってなかったアイシャドウ。ここのブラウンを入れてなかったです。危ない。入れないとね、全然目の大きさ変わる。
ランこのチップが本当に最強に塗りやすい。前使ってたやつがボロボロになっちゃって困ってたところに見つけた。いいサイズにいい感じ、ぴったり入るし目の大きさ変わったはず。よいしょ。次マスカラ、マスカラ、ピンクメイクいいですか？感じで先一丁だけ伸ばす。本体もしんやさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。ヘイブンさん、しんじゅん、ありがとうございます。ヘイブンさん、しんじゅん、ありがとうございます。よし、左の方がボサボサにある。なんだろうね、まあしょうがない。よし、マスカラ完了。はい、チーク、初訪問の皆さんありがとうございます。次チークです。お、メイク中？一緒にやりましょう。こんな感じ？ちょっと濃くてもいいよね。おでこはなんか余りをわざわざ塗ってるわけじゃなくて、ここをほっぺはわざわざこうトントントンって取って塗るんだけど、それ以外は余りをこう血色として塗ってます。ハイライト、余りです。なんかついたらいいなぐらいの気持ち。これも余りを眉上にして、口の上にも余りです。よし、眠いね。
リン、ちょっと止めてこないと。ノーズシャドウを入れてます。出ました。よし、リップはどうしようかな。これも持ってこう。ユーピンク結構色、ほら色ついた。いいね。これにグロッシーを塗ったら最高ってこと。コーヒーさん、真珠ありがとうございます。プルプル。プルプルです。ゆでちゃん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。ラメ塗ろう。ラメはピンクのラメを塗ります。印象変わりました。すごい一気に印象変わったって。つけすぎた。つけすぎた部分を上に。見えないね。このルームでは見えないです。たまにこことかにもつけたりする。ラメタイプは。よし、すごい今色変だったね。今すごい色でしたよね。めっちゃサイド上がってた。え、わかりました。今私のルームだけですか。サイドが上がる。よし、完璧。曲がっちゃった前髪。よし、完璧だと思う。印象変わりますか。変わりますよね。だってメイクしてるんだもんね。もうラストインナーですよ。みんな目に焼き付けてね。あとなんか忘れてるとこあったっけな。昨日これでさ、マスカラしてなかったんですもんね。あ、そうだ、じゃじゃん、
ミリピもらいました。ミリピからポーチ。今から見ます。サインはついてません。これがさ、今後発売されるってこと？仕事の休憩中に見たらありがとうございます。頑張って、お仕事。メイク終わりました。完成見ました。とりあえず読んではないけど見ました。ドキドキ。くるないさん、星ありがとうございます。よいしょ。今ね、何に使おうかなって思ってる。多分私には大きいんですよ。だから家の何かに使いたいんだけど、何かっていうかどれかに。何か入れ、なんかそのどのメイクを入れるかとかに今悩んでます。だからまだ開けてない。かわいいよね。楽しみです。使うのが。ひでちゃん、かわいい。ありがとうございます。小銭入れやばい。た。一回ちょっと。ひこちゃんの配信見た、目覚めた。よかった。おはようございます。今日は45分ぐらいまで やれたらなって思ってます。お昼ご飯はさっき食べました。ブランチ。私は毎晩プディング、お客様が見えました。新調したドレス、大きな花束はいらない、そうここに捨てて。メインディッシュの時間、下ごしらえは秘密の味。ジム行ってきます。えらい。いらっしゃい。頑張ってください。トロトロとじっくり煮込んで、丁寧にアクを取り出して、あお口に
会いますようにと心込めました。そこのさ、歌い方というかさ、私的にね、私が全部歌ってるわけじゃないから歌ったことはないんですけど、取り出して青口に合いますようにと心って入るのが好きです。急に心込めましたが好きです。そうですよ、えびせんの応募今日までだから、はがき買ってこないと、はがきはもう今すぐ買ってすぐに投函した方がいいですよ。絶対に変なもん入ってんだろうなっていう心を込めましたが好きです。誰も知ってでしょ。久しく披露してないですね。琴猫さん初見こんにちは、ありがとうございます。台紙に応募券貼って封筒でもいいって書いてあったからそうします。おう、そうしてください。郵便局はね、郵便局も3時ぐらいに終わるらしいですよ。し、日曜やってないとこ多いらしいです。気をつけてください。ぜひ。一応ポスト収集早いんだ。大体どれぐらいだろう。祝祭おしせかまだ聞いたことない。祝祭はまあやる可能性あるけど、おしせかはどうだろうね。君がいる、君がいる。でもおしせかは多分私 BPM の次に歌割り多いです。長い歌詞が。志保さん、ビギナー初めまして、ありがとうございます。なんて読むんだろう。フトゥーさん、ビギナー、インドネシアからありがとうございます。言いたいことがあるんです。やっぱりまるまる尊いよ、好き好き超えて愛してる、息してくれてありがとう。私がここにいる理由、私がここにいる理由、君が笑ってくれるから。あれ、近くて遠い君だけど何があっても守るから、
守るから、合ってる？ステージじゃなくても王子様でいてほしい。ダイエットを洋服買ってバカみたい、わかってるだけど、いたとしてもが歌わりかな。ソロ多いんです。ヘブンさっきもありがとうございます。合ってた？あ、私が〇〇押す理由か。おむちゃん、おんぶ、ありがとうございます。絶対です、その人にも見せた笑顔は私には見せないでお願い。約束ね、約束です、約束ねえか自分の通りじゃないと分かんなくなっちゃう。今宵できませんでしたって何かっちゃん真珠ありがとうございます。おしてか工場を作った時の配信のスクショ未だに持ってる。私いなかった気がする。なんか仕事の合間でやってて、なんかいない間に決まってたんだよね確か。投票で決まったんだよね。息してくれてありがとうのところ。ライブで配られたんだっけ。そうなんだ。そうだったっけ。同じ多分フロアというか同じ建物に置いたんだけど、そう撮影が多分一番最後だったのかな。そうでも間に合わなくて決まってた決まっちゃったーって言われたそう難しいね。なんかの撮影かなんかでもその後みんなで動画を撮りました動画撮って言いたいことがあるんですっていう動画を撮りました。難しい。なんか寒くなってきた。いつもかけてる膝掛けをさ、洗濯してるからさ、ないんだよね。よいこらせ。エアコンつけてんのに膝掛けかけるやつ。でも止めると暑いんだよ。何度？自動のプラス1度。でも今26度ですね、この部屋。26.7 度です。次に会えた時何を話そうかな。じゃあ次に会えた時何を話そうかなはミュージアムに書きましたよ。え、東京のミュージアムってもう終わってるんですか。あれ、大阪も終わった。大阪も終わってますか。東京も見たよって。ありがとうございます。あ、今日が最終日なんだ。ちょうど。でも大阪にはね書いてないからね。じゃああれを乗せるか、ガチ恋を。
私が書いたやつ。いつだっけ行ったの。言いたいことがあるんだよ、待っててくれてありがとう、会いたい会いたい会いたいよ、次会う時に何話そう、私がここにいる理由、みんなの笑顔が見たいから、心はいつもあなたのそばに、会えない時も大好きだ、イコールラブです。先に私が載せてしまった。あ、全然いいですよ、全然載せてください、そんなダメなルールなんてないですから。私がなんか私がネタバレするのはあれかなって思ってただけなんで、勝手に私がね、みんなはもう自由に。あのそれで言うと、このなんていうの、この何、等身大パネルも載せてないです、メンバーみんな載せ、それは終わってからっていうルールだったから。そう、何時に終わるんだろう。でも今日じゃないか、今日は載せないのかな、今日は話し会だもん。ルルルタンナさん、トリーありがとうございます。花丸は花ちゃんね、花ちゃんのシールがこの後貼られてて、大変よくできましたっていう。そうだから花ちゃん、でもさ、花ちゃんの字じゃなくない、どう見ても花ちゃんの方が綺麗だよね。字は絶対に、字はっていうとなんか絵は綺麗みたいになっちゃった、字も字も絵も花ちゃんの方が綺麗なんですよ。ゆきあさん、くまもももも、ありがとう、くまちゃんありがとうございます。花ちゃんが書いたって広まってたの。そうなんだ、広まってたんだ。でも私はシールが貼ってあること知らなかったから、あ、えってなった。なんか私がこの書庫ってシールを貼らなかった理由としては、なんか自分の出来事じゃなくてみんなの出来事だからシールを貼らなかった。そしたらそういう出来事になってた。ニンニクマシマシさん、星ありがとうございます。じゃあツイートしとくね、私の書いたこれ見てくれたかな。したらだってさ、これショコラの方もさ、ショコが書いたと思わなくないですか。あとパネルも載せたいって思ってる、等身大パネル。今はもうショコちゃんのやつって広まってる。なんかすぐ広まるじゃんね。しみさん、かわいい、ありがとうございます。何でも広まっちゃうね。僕もショコって分かんない、ショコラの方も多分花ちゃんが書いたって思うから、載せとくね、すぐ広まる。で、すぐ広まる、私の知らないところで広まってる。ね、花ちゃんが書いたって言って、そうなんだってなるね。まあ、誰が書いてもいいんだけどさ。イコールラバナナさん、ドリンクありがとうございます。ひでちゃんキュンキュンありがとうございます。三遊さん、鳥ありがとうございますとか言ってる間にもうあと20分とかですね。
待って、43分にランキング読みますね。45分に終わんなきゃ。無敵クラス。ヘイムさん、キュンキュン。ありがとうございます。LINE のアイコンにしてます。嬉しい。パネルと。嬉しみです。今日もあっという間。もう今日も夜、多分1時間ぐらいやると思うので。そう、無敵クラスだから配信できないんです。そうなの。45分まで。45分から無敵クラスあるから夜はやります。ひでちゃんキュンキュン、ありがとうございます。45分までやります。夜はまあ9時ぐらい、わかんない、9時ぐらいって思っててさ、昨日10時半からやったから、うん、9時半からわかんないですけど、まあそんぐらい、9時以降9時ぐらいくらいやります。1時間ぐらいやると思います。よいしょ。もうね、浴衣の準備はできたから大丈夫なはず、はず。あとは髪型を、どうしよう、髪型悩ましい。何が目立つかな。まあ着てみて考えようかな。お、エコノミュージアム大阪最終日行ってきます。嬉しい、楽しんでください。バナナンさん、嬉しいです、ありがとうございます。団子だとね、見えないんだよ。こう、本当はさ、こういう団子にしたいけどさ、うまくさ、このこれがさ、見えるかわかんないから。えりこさん、初見ありがとうございます。りさも浴衣の日、そうなんだ。ツーショット、まあ、あったらだいたいみんな部屋に閉じこもってるから、自分の部屋がある人は。電気も消えてたりする。寝てるんかな、みんな。私はなんか大部屋大部屋でにいるから。写真、大御所、大御所は大部屋じゃない、大部屋は何人か、何人かの部屋、いや本当は全員の部屋なんだけど、なんかどんどんみんないなくなっちゃって、なんか3人ぐらいしかいない今。みんな、みんな自分の部屋があるその自分の部屋、後から一部からの人は多分みんな自分の部屋にいるんです。でもその4部からだと3部までの人がその部屋にいるから、大部屋にいるんです。みんなで、みんなで全員の部屋。っていう話っていう話。ニャジュイちゃん、昨日はリコちゃんに会ったね、着いた時。でも基本その部屋が違うから、まあ、基本合わないです。エコラブはこっち、ここ、ここが部屋でこっち側にしか行かないんだけど、ジョイちゃんはこっち側に部屋でこっち側しか行かないから、なんか基本合わない。昨日行った時に、自分が行った瞬着いた時に会った。
浴衣で一緒に写真撮れる人って、一部屋一部屋こうやって見なきゃいけなくなっちゃう。花柄の服着てた、あそこまで見れてない、すれ違ったぐらい。ゆずいちゃんお弁当取るの最後、あ、お弁当もそのにやじょいちゃんの部屋に多分あると思う。コラボアイコラボの方にある。あんまりそのイコラブは気にしないんですよ。なんかそのジョイちゃん あのマネージャーさんとかが、あのイコラブ先に撮ってもらってもいいですかみたいな感じなんだけど、あのイコラブからするとえ、もうイコラブは早もん中なんで、あの適当に撮ってくださいっていう感じっていう感じなんですよ。余ってるの多分そのなんか前もあったんだよな、なんかイコラブはイコラブ、ノイミはノイミ、ジョイはジョイでこうなんかいただいた差し入れかなんかアイスかないただいた時に、イコラブは早いもん順なんです、イコラブの中では。そう、早いもん順だからあれなんだけど、ノイミちゃんはなんとか欲しい人みたいな、じゃあそこでじゃんけんでみたいな感じだから、うちらと違うねって話してた。結構前、シャインマスカットは、まあ、もう早いもんじゃんだけど、一人何粒とかはないけど、クラブはそう、まあいやだからたまにありますよ。なんかその12個しかないのに、12人の時代にね、12個しかないのに1人2個持ってく人とかいる。いる。全然あり得る。前になんか言ったよね、前なんかいつだっけな、いつなんかのツアーかなんかの差し入れで、多分人数分しかなかったんだよ、10個しかないとかで、で私はその来てるあるのが知らなかった。帰りにリサが、あこれもらおうって、もう一個もらっちゃおうって言って、多分最後の1個もらった。でも多分私のなのね、あそれもらってないって言ったら、あいいよあげるって言われた。あげるあげるってなった。あげる、ありがとう。そう笑った。優しいね、優しいね。くれたよ、私が問い忘れてた分くれたよ。まあだからそういう感じです、あの本当に残ってたら人数分でも、なんかあの残るのがも残る方がもったいないからねっていう考え。いさしも多分誇らしげ、誇らしげやばい。いいことしたって思ってるかもしれん。そうね、一瞬私が取り忘れたことにより一瞬リサのものだったから、まああげるであってるのかもしれない。そうでも残ってるのが一番さ、なんか失礼じゃないですか。だからまあもうほんと帰りとかはもうみんな袋持って並んでこう一列にこうやって取ってったりする。マネージャーさんとかにも、えもうもらってくださいって、絶対余っちゃうから、もうほんとにもう余っちゃうぐらいいただく時があるんですよ、その差し入れ、まあ時によるけど、そうめっちゃ余る時がある。多分スタッフさん、スタッフさんっていうかマネージャーさんとかはまあさすがになんか絶対余るだろうっていう量だったら多分取ってる、あのイコノイジョイの時とかは
もう絶対余るだろうっていう量あったんで、差し入れありがたいことに。そう、全然多分誰とか関係なく取ってると、人数分以上あったと。紅さんキュンキュンありがとうございます。ゆういおさんデザートの差し入れありますよ。まあその時に、本当に時によるけど、まあフルーツの時もあればアイスとかの時もあったり、あのイコノイジョイはあれですよ、皆さんに配られたアイス、ミルクバニラみたいな。そう、あれもいただきました。嬉しかった。ちょこちゃん何があったら嬉しい？フルーツとかゼリーとかが嬉しいですかね。昨日の大福、あ、大福あんまり好きじゃないので食べてないです。大体いつもリサにあげます。あ、翔子の大福も食べていいよっつって。あー、サーズ食べてなかったかもね、ミルク感あるからっつって。だからそれの嬉しいところは、あのセブ島行った時の機内食でハーゲンダッツのバニラが出たんですけど、私はサナツの隣だったので2個もらいました。あげるあげるって言われた。俺最高、嬉しかった。ラッキーって感じ。アイス2個食べちゃった。ジャルは機内食ハーゲンダッツ、あ、そうなんですね。全然知らなくて、ウッドハーゲンダッツって感じだった。そうなんだ、知らなかった。父臭い？って聞いてくる。牛乳系、そう、牛乳系無理なんですよ。隣でラッキーでした。あのさ、席とかもさ、そのもう言われた席だからさ、決まった席だからさ、ラッキーって感じだったね。2人席、いや5人の、いや忘れたな、5人のここだった気がする、確か。行きは、帰りはね、ちょっと覚えてない。え、帰りもなんか5人の、でもここじゃないか、いやなんか端っこだった記憶ないんだよな。でも端っこの記憶があるんだよね。ちょっと忘れました。はい、今回はそこだけ離れた席じゃなかったです、よかった。フランス行った時はね、半日知らない方とに挟まれてた。離れたところで、12時間ぐらい一緒でした。39分ありがとうございます。43分になったらランキング見ます。そう、しかもその A 席の方がめっちゃあのお手洗いとか行くから、なんか出入りすごいんですよ。そう、じゃあ私 A 席行きたいなって思ってた。そうで、あの降りるときに、しょうこちゃんそこにいたんだって言われた。あ、はい。なんかスタッフさんに交換してくださいって言う距離でもないの、結構遠すぎて。そう、だから何も言えず終わった。言ってくれたらいいのにとか言われたけど、あの言う距離でもない、もう遠かった。だからまあいっかと思って。
まだあの時小さかったのに今十何歳だろう、17とかですかね、17、18とかかな。12時間、なんか、まあ、2時間3時間とかだったらまだねいいんだけど、半日でしたね。耐えるの、まあでもなんか、ね、ほぼ寝てたかもしれない、あんま覚えてないわ。17歳のわがまま。17歳かなる頃、あ、なる前か、じゃあ16歳、16歳でした。16歳のわがまま。まあまあ何もないからいいですけど。そうだから帰りは、あ、帰りもサナツンと隣だった。サナツンは行きも帰りもメンバーと隣だったって喜んでた。そう、誰かと変えてもらったんだよね、スタッフさんと。なんか帰り行きがそうなってて、帰りもなんか私一人だと思って、でも一人の人が多かったね、メンバーが。だけど、え、翔子はなんか行きが一人だったから変わっていいよって言われて、そう、サナツンの隣の席だった気がする。そう、分かんないけど、なんかそんな感じだった気がします。難しいです、そんな時もありました。16だったんだ、サナツンと先運強い。そうだね、サナツンと隣になること多いですね。コーヒーさん新入ありがとうございます。飛行機で騒がしい、あ、騒がしくないと思う、みんな寝てると思う。大きくなりました。今考えると16歳でフランス行ってんのすごいな。ちょこっと新幹線サナツンの横になること多いです。あ、でもその飛行機とかはもうなんか本当に運命というか運だと思うんですけど、あの新幹線はあのマネージャーさんが決めてる、配ってる、名前が貼ってあるやつ配ってるから、あの仕組まれてる。言い方。そう、仕組まれてますね。だから大体一緒、隣の人は、新幹線は。大体行きはリサ、帰りはひとみかサナツが多い気がする。あ、43分ありがとうございます。まあ誰でもいいんですけどね、誰でもいいですけど、はい、ランキング読みますね。ちょっと今日は遅くできないからランキング読みます。13位、麦さん。12位、 FJ さん。11位、ハラディさん。10位、コロジーさん。9位、キャンさん。8位ヒデちゃん。7位サンピンさん。6位ユウちゃん。5位シンヤさん。4位タシミさん。3位ヘイブンさん。2位ユキハさん。1位ニンニクマシマシさんです。ありがとうございます。2列目、ウンソムさん。ニッシーさん。 M さん。ウミさん。サユリさん。フナエモンさん。ココさん。リースさん。アンドロメダヤキさん。ソンゴクーさん。ルルルダンナさん。ファインゴールさん。カイトさん。あおちゃん。セータさん。バナナさん。イトパンさん。コーヒーさん。ちゃんゆうさん。タコツボさん。くれないさん。山本さんです。ありがとうございます。すごい、え、4684人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございます。今日はお話し会、今日もお話し会です。浴衣デーです。よろしくお願いします。お話できるの楽しみにしております。そして、今日は夜、まあ、9時ぐらい、9時半とか9時とかわかんないですけど、そんぐらいに配信すると思いますので、ぜひまた会いに来てください。ということでありがとうございました。この後超無敵クラス見てみてください。キアラが出てると思います。バイバーイ。感謝。また後でお話し会でお会いしましょう。